アグネス・メアリー・クラーク、アグネス・メアリー・クラークは、イギリスの天文学、天文学史についての著述を行った女性作家、アイルランドのスキベリンで生まれ、ロンドンで没した。クラークは、早くから天文学に興味を持ち、15歳の時には、天文学について、書くようになった。クラークの一家は1861年に、ダブリン、 1863年にクイーンズタウンに移り、数年後にクラークはイタリアを訪れ、1877年までイタリアに泊まった。主にフィレンツェの公共図書館で学び、作家となる準備をした。1877年にロンドンに移った。最初の重要な作品であるコペルニクス・イン・イタリーは、エジン・バラ・レビュー氏に1877年に掲載され、 1855年に出版された A Popular History of Astronomy During the Nineteenth Century で有名になった。クラークは天文学者ではなかったが、天文学研究についての解説に秀でていた。1888年には、ケープ天文台の所長デイビッド・ギル夫妻の招きで3ヶ月も天文台に泊まり、当時は新しい天文学の分野となった。 天体文工学についての知識を得た。1892年にロイヤルインスティチューションからアクトに暗章を受章し、英国天文協会の会員として、英国天文協会の会合や、王立天文学会の会合に参加した。1903年に、マーガレット・ハギンズと共に、王立天文学会の名誉会員に選ばれた。それまで、女性の名誉会員は、 カロライン・ハーシェルとメアリー・サマービルしかいなかった。姉のエレン・メアリー・クラークも天文学に関する著作がある。月のクラーク・クレータは彼女の名にちなんで命名された。ありがとうございます。